右与曲折の末に再び米国の地を踏んだカンジョンホが練習の強度を高めて、実践を準備している。ムドットコムの記者は31日自身のツイッターにパイレーツのスポーツ医学チーム長の言葉を引用し、カンジョンホが拡大スプリングキャンプで2日間練習試合を行い、1日休息後、3日連続試合を消化する予定と伝えた。 6日間で5試合を行う日程だ。感情法は練習試合の出場回数を増やして、実践が可能なレベルまでコンディションを引き上げるものとみられる。